ちは。ここは JR 大阪環状線、ただいま弁天町駅へ向かっています。 JR 弁天町駅は大阪メトロの弁天町駅との乗り換え駅。この弁天町駅、なんと JR 弁天町駅の上に大阪メトロ、地下鉄の弁天町駅があるのです。この上にある大阪メトロの弁天町駅は地下鉄単独駅として日本一地面から高いところにある駅です。早速見学に行ってみましょう。ここからは見えにくいのですが、阪神高速の高架道路に挟まれるように大阪メトロの弁天町駅があります。高架駅なのに高速の高架で非常に見えづらい駅、頑張って見学してみましょう。この緑色の橋脚はJR と大阪メトロの両方の線路を支えています。詳細は後ほど。まずは JR 弁天町駅を降りて地上から見学してみます。 JR の改札を出ます。JR 駅から階段を上がれば大阪メトロの弁天町駅。しかし、まずは地上まで降りてみます。こちらが先ほどの JR 弁天町駅。その上を交差していく線路が大阪メトロ、地下鉄の中央線です。こちらは JR 弁天町駅。JR も高架駅です。その JR の高架駅の上に地下鉄の駅があります。大阪メトロ弁天町駅は地面からの高さ 13.7 メートル。 大阪メトロで最も地面から高いところにある駅で、しかも地下鉄単独駅としては日本一高い地下鉄の駅です。阪神高速の大阪港線の上り線と下り線に挟まれる形で大阪メトロ弁天町駅があり、外観の撮影は極めて困難です。撮影の場所を移動してみます。こちらは JR 駅のほぼ真下、弁天町駅前交差点。ホームからも見えた緑色の橋脚、二者共同の橋脚です。下段南北に JR、 上段東西に大阪メトロ。この緑色の橋脚は鉄道会社の垣根を越えて鉄道を支えています。それでは大阪メトロの弁天町駅へ行ってみましょう。階段の様子が分かりやすいよう、今回は自転車置き場とつながるルートを使います。高さ 13.7 メートルはビルの4階から5階に相当。改札へ入ってからもどんどん登ります。ひたすら上に登っていますが、ここは地下鉄の駅です。大阪メトロ中央線弁天町駅のホームに到着しました。下の道路をご覧ください。地下鉄駅のホームですが、高さ 13.7 メートル。東京メトロ日比谷線の北千住駅は地面からの高さ 14.4 メートルでここより高いですが、東武線との共同使用のホームとなっています。地下鉄単一の駅として
13.7メートルの高さは日本一高いところにある地下鉄駅です。余談ですが、この大阪メトロ中央線はこの西で海底トンネルも通過します。アップダウンの激しい地下鉄路線、窓から下を覗いた風景、ホーム下は JR 大阪環状線です。大阪メトロで地面から最も高いところにある弁天町駅でした。続きまして、今度は大阪メトロで最も地面から深い駅へ行ってみましょう。大阪メトロ中央線でまずは森の宮駅を目指します。大阪メトロ中央線は大阪港駅から九条駅間は地下鉄なのに高架間を走ります。この辺りは地盤が軟弱で、また海にも近いことから台風や高潮の浸水被害を避けるため高架となりました。ここ河津駅から地下鉄らしく地下を走ります。電車はまもなく森の宮駅に到着します。この駅で長堀鶴見緑地線へ乗り換えます。森の宮駅の長堀鶴見緑地線のコンコースは地上から光が入るように設計されています。このホームは太陽光が入る珍しい地下駅です。この長堀鶴見緑地線は日本初の鉄輪式リニアモーターカーのミニ地下です。リニアモーターカーで一駅だけ進みます。目指すは大阪ビジネスパーク駅。大阪ビジネスパーク駅に到着しました。地面からホームまでの深さ 32.3メートル、大阪メトロで一番深いところにある駅です。ちなみに日本一深い地下鉄駅は都営地下鉄大江戸線の六本木駅で 42.3メートル、ここよりさらに10メートルも深いです。しかしながら JR 西日本で最も深い駅の北新地駅でも地下 23.95メートル、大阪ビジネスパーク駅の地下 32.3メートルは相当な深さです。この駅は世界初の三連型マルチフェイスシールド機で掘削、シールドトンネルを3本並べた珍しい形状。そのためホームの天井も丸い形になっているのが特徴です。それでは大阪メトロで最も深い駅、地下 32.3メートルのホームから地上へ上がってみましょう。先ほどの弁天町駅は地上 13.7メートル、ビルの4階から5階相当。大阪ビジネスパーク駅は地下 32.3メートル、ビル10階から11階相当になります。この長いエスカレーターはなかなかの迫力。実はこの駅、当初はここまで深くなる予定ではありませんでした。この駅の真上にある松下 IMP ビルの建設時に、あらかじめもっと浅いところにこの駅のホームを作ってありました。ところが地下鉄の建設時に川を横切る施設の許可基準が変更され、事前に作られたホームでは深さが新基準に対応せず、もっと深いところに改めてホームを作り直すこととなり、事前に作ったホームは幻のホームとなりました。現在でも幻のホームは存在しており、大阪メトロの取材置き場として使われています。改札階からいよいよ地上へ上がります。ここまでは松下 IMP ビルの地下にあたるところでした。ようやく地上が見えてきました。ビルの10階から11階に相当する高さを移動しました。お疲れ様でした。
大阪ビジネスパーク駅は1996年平成8年開業。弁天町駅は1961年昭和36年開業。その年の差は35年もありますが、どちらも大阪メトロの記録を持つ駅です。地上 13.7 メートル、大阪メトロで地面から最も高い弁天町駅。地下 32.3 メートル、大阪メトロで地面から最も深い大阪ビジネスパーク駅。大阪メトロ、最も高い駅と最も深い駅でした。ご視聴ありがとうございました。